フリーディアです。皆さん小腹が減ってる時何を食べていますか？今日はそのポテトチップスの代わりにヘルシーなものを紹介します。ケールチップスです。必要なものは硬い芯の部分を取ってあるケールとオリーブオイル、シーソルトを少々。これを全部大きめのジップロックに入れます。ケールにはベータカロチン、ビタミン A が多く含まれていて、その量はブロッコリーの約8倍だって。すごくヘルシー。あとは優しくオイルとシーソルトをケールにもみもみするだけです。次はちょっとアジアンテイストの味付けをします。必要なものはケール、ごま、ごま油と醤油です。これもまた同じくジップロックに全部入れてもみもみしてください。ケールは炒めても煮ても漬物にしても効力には変わりがないから、いろんな形で楽しめるよね。クッキーシートにケールを重ならないように並べます。私は半々にしました。これを150度のオーブンで15から20分焼いて完成です。色がとっても綺麗で、おやつやお酒のつまみにもいいかもね。簡単ですよね。ケールチップスの味付けは本当にいろいろなので、皆さん好きな味付け見つけてください。コメント登録待ってます。それでは次のビデオまで。バイ。